本日の紫外線情報をお伝えいたします。スーパー猛暑はまだまだ続く見通しで、肌の弱い方などはまだまだ警戒が必要となっております。8月15日の午後12時半くらいのこと、天気がいい、病気になりそうなほど眩しい日差しの中、することもないから君と食べていた。でもまあ夏は嫌いかな。猫を撫でながら君はふてぶてしくつぶやいた。猫の後を追いかけて飛び込んでしまったの。分かり変わった信号機、バーッと通ったトラックが君を引きずって泣き叫ぶ。死にしぶきの色、君の顔にと混ざり合って無線変えた。嘘みたいな影のが嘘じゃないぞって笑ってる。夏の水色かき回すような蝉の根に全て膨らんだ。目を覚ました時計の針が鳴り響くベッドで、今は何時？8月14日の午前12時過ぎくらいを指す。やけにうるさいセミの声覚えていた。でもさ少し不思議だな。同じ公園で昨日見た夢を思い出した。もう今日は帰ろうか。道に抜けた時周りの人はみんな上を見上げ口を開けていた。落下してきた鉄柱が君を貫いて突き刺さる。寸作悲鳴と風鈴の音が木々の隙間で絡まり、わざとらしい影の方が夢じゃないぞって笑ってる。暗闇視界に君の横顔は瞬間トラックにぶち当たる。死しぶきの色、君の瞳ときしむ体に乱反射して、僕は逃げた影の貴様見ろよって笑ったら、実によくある夏の日のこと、そんな何かがここで終わった。8月14日